2011年民主党代表選挙は2011年8月26日に辞任を表明した菅直人代表の公認を選出するため2011年8月29日に実施された民主党代表選挙である野田義彦が選出された2010年9月に民主党代表に選出された菅直人の公認を選出する選挙である任期は 官代表の残り任期の2012年9月末まで、党代表選挙は8月27日に告示、立候補受付が行われ、8月29日11時から、両院議員総会が開催、投開票が行われた。時間的制約の自由から投票権は、党の国会議員のみに認められ、前々回の選挙と同様、一般党員やサポーターの参加はなかった。 民主党の国会議員は投票当日時点で407人であり、小沢一郎ら党員資格停止中の9人は投票権がなく398票の投票権のある国会議員のうち当日棄権した横道高博衆議院議長、西岡武夫参議院議長、松本龍馬江防災担当大臣を除く395票で争われた。 事前説明会には9人の議員が出席したが、最終的に、前原政治前外務大臣、まぶ住す前国土交通大臣、海江田万里経済産業大臣、野田義彦財務大臣、加野道彦農林水産大臣の5人が立候補した。5人の立候補は、民主党決闘以来の代表選挙としては最多である。 一回目の投票で有効投票数の過半数を獲得した人がいなかったため、上位二人による決選投票が行われ、野田義彦が当選した。2010年9月14日に行われた代表選挙で、菅直人は小沢一郎を破り再選。しかしねじれ国会の運営に苦しめられ、同年11月には、戦国義と官房長官、 馬淵住ス国土交通大臣の問責決議が相次いで可決された。また政治と金の問題も振り払えず、党内から、党格運動が起こった。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震への対応のため、一時的に、党格運動は、下火となるが、対応の遅れや、まずさに、小沢一郎元党代表を中心としたグループは、 やがて再び退陣を公然と要求した。同年6月1日、野党自由民主党と公明党により内閣、不信任決議案が提出された。これに小沢グループなど与党からも賛成を表明する、議員が続出した。造反による可決も囁かれたが、採決直前に、官が、震災対応に、一定のメドがついた時点で、若い世代にバトンを渡すと表明し、 これが事実上の退陣表明と受け止められ、造反は鎮静化。6月2日、不信任決議案は否決された。同年6月27日、菅は首相官邸で記者会見にし、自らの辞任条件として、今年度第二次補正予算案の成立、再生可能エネルギー特別措置法案の成立、特例交際法案の成立が一つの目処になると明言した。 ただし具体的な辞任時期は示さなかった。同年8月26日、菅は退陣の条件としていた三法案の成立を受け、本日をもって民主党代表を辞任し、新代表が選出された後に総理大臣の職を辞すると辞任を正式に表明した。これに伴い代表選挙が行われることとなった。同年8月27日、代表選挙告示。 届け出順に、前原誠二ま淵住す海江田万里、野田義彦加野道彦の5人が立候補した。小沢一郎は、関政権が、脱小沢路線を展開した、時代、党内求心力を弱めていた。復権のためには担いだ海江田を勝たせるしか選択肢は、なく、必死に工作を始めた。26日夜、都内のレストランで、当時、 小沢ガールズと呼ばれた女性議員たちに俺が出馬していると思ってやってくれと頼んだ。自分の秘書を二人一組にして狙った議員を海江田支持にするため地方に派遣した。その議員が支持基盤とする業界団体を説得するという戦術を取った。海江田は小沢、鳩山幸雄の支持によって基礎票で圧倒的にリードしていた。 菅さん以外なら誰でもいいと小沢に言われて、首相の座から引きずり下ろされた菅は8月28日、北沢と市民二のだと前原との調整を依頼した。北沢は、幹事長の岡田克也、国対委員長の安住敦官房副長官の千国義とを交えて、協議を行った。その結果、決選投票にも連れ込んだ場合は、互いに一致した。 投票行動を行うとの合意が成立した。しかし、野田と前原の票だけでは海江田に勝てる保証はなかった。動いたのは戦国だった。戦国は、自民、公明との協調関係を築いてきたのは自分だとの自負があり、そのため、小沢の区靴である海江田がこのまま勝つと、国会運営は極めて困難になると考えていた。同日夜、戦国は、カノと 密かに接触。小沢の名前を出して説得した。カノはこれに応じたが、前原の外国人献金問題に触れ、私の支持者には、前原への抵抗があると条件をつけた。戦国は、わかった。それなら、野田を任意にするために、前原の票を野田に回してもいいと受け合った。投票日の29日朝、カノ陣営は会合で、決選投票になったら、対応を、 カノさんに一任しようと申し合わせた。一回目の投票で有効投票数の過半数を獲得した人がいなかったため、カエダとのダの上位二人の決戦投票が決まった。会場内にいたカノジニエの議員に携帯メールでカノさんが背広を着たままなら一位に脱いでワイシャツ姿になれば二位に投票するとの指示が伝えられた。カノは二候補の演説直後、 黒色の上着を脱ぎ、ワイシャツ姿になった。こうして1回目の投票で、カノに投じた52票の多くが、決戦投票で、野田に流れた。日本経済新聞は52人のうち、約30人が野田に投じたと報じている。野田215票、カイエダ177票で、野田が勝利した。海江田は、政策の打ち出しが、中途半端であったことが指摘されている。 TPP への慎重姿勢や原発ゼロの政権公約は小沢や鳩山に配慮したものだったが、海江田はこんなの自分がやりたい政策じゃないよと周囲にこぼしていた。29日朝、小沢グループの議員らを前に演説を練習させられたが、本番では優政改革法案の成立などを掲げた2ページ文を読み飛ばした。陣営の若手議員は海江田さんは 演説が下手だったのがファインと語った。争点となった項目は以下の通り。代表選挙の模様はユーストリームで放送されたが、接続したユニークユーザーは57万人を数え過去最大となり、選挙への関心の高さが示された。ありがとうございます。